次は、まあ、日本カブトムシの赤をやっていきます。おー、やばい。間違えた。はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。今日は、1年ぶりに帰ってきた、これですね。昆虫ハンターです。今回は一人レビューで、この昆虫ハンターをやっていきます。これ1年ぶりにやります。じゃあ、まずは、ラインナップを紹介していきたいと思います。ラインナップは、1番、カブトムシ黒。2番、カブトムシ赤。3番、サキシマヒラタクワガタ。4番、アクティオンゾウカブト。5番、コンフキウスノコギリクワガタ。だね。ちなみに前回は、カブトムシ、黒、赤は一緒で、それ以外のサキシマヒラタ、アクティオンゾウカブト、コンフキウスノコギリ。この3個は、新しいやつです。じゃあ早速開けていきます。まずは、カブトムシ黒から開けます。ペリッ。じゃん。ちなみに、イチゴガムが入っています。カブトムシです。いや、これは相変わらずかっこいい黒いカブトムシです。じゃあ開けます。よいしょ。カブトムシ出します。ピョン。これがカブトムシだね。この昆虫ハンターは、やっぱりほんとリアルに近くて、ツヤもあって、綺麗でかっこいいです。この4本の角で、相手を攻撃する強いカブトムシです。次は、まあ、日本カブトムシの赤をやっていきます。おー、やばい。間違えた。じゃあ次は日本カブトムシの赤をやっていきます。よいしょ。いや、これカブトムシ赤はこんな感じだね。今回は前回よりちょっと茶色めになっててかっこよくなってます。そしてこの黒いカブトムシと戦うことを再現することもできます。カブトムシが下に角を入れ込んで投げ飛ばす。これがカブトムシの得意技です。続いてサキシマヒラタクワガタいきます。おお、これがサキシマヒラタクワガタ。これは僕の初めて見ました。なんとちょっと茶色めのヒラタクワガタで、ちゃんとこの顔の部分も動いて、大顎もちゃんと動きます。足が太いのがちょっと特徴っぽいね。そしてカブトムシ黒と戦う感じにすることによってバトルしている感じがすごいです。こんな感じ。ヒラタクワガタは、挟む。こうやって挟むのが特徴。かっこいいな、サキシマヒラタクワガタ。じゃあ次、外国甲虫いきます。4番、アクティオン、ゾウカブト。おちょっと待って、これすごいかも。これがアクティオンゾウカブト。ちょっと思ってたより、小さいんですけど、もうすごい体がでかくて、ちゃんとこの胸の角や頭の角はすごいよく動くようになってて、足も取れないです。すごくかっこいい。そしてすごいいい。虫キングにも登場してて、虫キングの必殺技は、サマーソルトプレスやアクティオンプレス。じゃあ続いて、コンフキウスノコギリクワガタいきます。ペリッとな。いちごガムで、ゴー!かっこいいかっこいいかっこいい。いや、これがコンフキウスノコギリクワガタですね。これは初めて僕もこの近くで見た感じですね。なんとこの大顎、ちょっと尖ってる部分が多くて、ちょっと触ると痛いです。それでこの前開封したノコギリクワガタよりもちゃんと丈夫で、首がちょっと動くようになってます。大顎もちゃんと動きます。うわ、取れちゃった。やばい。こう見るとすごいかっこよくて、ちゃんとヒラタクワガタの特徴もついてて、なんかカブトムシとほんと決闘させたくなります。挟んで持ち上げて投げて、アクティオンゾウカブトの攻撃でカブトムシ投げ飛ばされると、ピューンキラ。それでアクティオンゾウカブトで押し出して落とす。カブトムシが持ち上げて投げそうになるけど、アクティオンゾウカブトが逆に持ち上げて、そして相打ち。コンフキウスノコギリクワガタの鋭い大顎がカブトムシの顔に直撃。このコンフキウスノコギリクワガタは、虫キングではローリングクラッチホールドとかがいいと思います。サキシマヒラタクワガタは
まあ可愛いね。スジムとヒラタクワガタよりも赤くて、それで挟む力も強そうで、本物を見てみたくなりました。前足をほんの少し後ろにすれば、なんか飛んできてぶつかっちゃいそうな。パリン。はい、ということで今回は昆虫ハンターカブトムシクワガタでした。今回の動画面白かったなとか、カブトムシクワガタムシかっこいいなと思った人は、いいボタン、グッド、ライクお願いします。そしておすすめ動画はいつものところに出てると思うので、チェックしてみてください。そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。というわけで今回は以上でございます。バイバーイ。カブカブクワクワバイバーイ。